皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。こちらのユニステラーのですね、EV スコープが私のところにもついに届きました。だいぶ出遅れちゃったんですけども、こちらの商品のレビューをしたいと思います。私、実は元天体望遠鏡メーカーの社員だったんですよ。11年ぐらい働いたのかな。で、その11年間ですね、その天体望遠鏡っていうものをどうしたら一般の方々にその素晴らしさが伝わるのかなっていうことを、11年間こう悩んで悩み続けた、そんなサラリーマン生活を送ってたんですけども、なかなかね、天体望遠鏡って初心者の人がもう最初からパッと使ってパッと結果を出すっていうのが難しい商品でして、頭を悩ませることって結構あったんですね。でこれ40万円する商品なんですけども、さすがにこの40万円っていう金額だと使える人って買える人ってなかなか限られてるのかなっていうふうに思うんですけども、この天体望遠鏡ユニステラの EV スコープイクイノックスは天体撮影、天体観察におけるいろんな悩みを全部解決してくれる商品です。それから初心者の人が買ったその場からもう全開で楽しむ可能性を秘めた商品だと思います。で、何よりこの天体望遠鏡を一言で言い表すですね、オールインワンっていうところがすごく一番いいところじゃないかなと私は思ってます。いつもは星空写真家としてレビューすることが多いですが、今日はですね、天体望遠鏡メーカーの元社員としてこの商品のレビューをしたいと思います。それでは行ってみましょう。実は以前のライブ配信でこの天体望遠鏡のですね、 EV スコープを開封するところ、それから実際に私がリアルに初めて操作するところっていうのをライブ配信でお見せしてるんですね。概要欄に一応そのリンク先貼っておくので、ちょっと長いですけど、もし興味がある方いらっしゃいましたらぜひそちらも見てみてください。 EV スコープは超簡単手軽に天体写真の撮影や観察が行える夢のような天体望遠鏡です。今回特別にお貸し出しいただきました。この望遠鏡と同じことをやろうとするとですね、多分20万しないぐらいで、下手したらなんか10万ぐらいで収まるかもしれないですね、まあ、そのぐらい安く済むんですけども、でもそこにはその機材の使い方とかを習得していくっていう作業が待ち受けてるんですよ、まあ、それに挑戦したい人はもちろんそっち行っていいんですけど、そうじゃない人っていらっしゃるじゃないですか。もうカジュアルにね、星空見たいな、天体見たいなっていう人いっぱいいると思うんですよ。でそういう人にはこれをおすすめしたいなと思いますね。 EV スコープの第1号は5年前ぐらいかなにクラウドファウンディングで販売をスタートした商品ですね。でその時にですね、発売された第1号に改良を加えたモデルがこの EV スコープイクイノックスという商品になります。一応ね、これとは別に EV スコープ2っていうのもあるんですけども、そっちは実際にこう覗くことができるんですが、こっちのイクイノックスはこういう、タブレットとかスマートフォンとかで、モニター上で見るっていうのがメインの機材になります。近年流行している新しい天体観察の形、星空の楽しみ方の形、それが電子観望と言われる、スタイルになります。でこの商品は当時ですね、発売された時は実際にリアルで見てるものとは違うねっていう意見もあって、これはすごいよっていう風に受け入れた人と、いや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 、そんなのおかしいでしょみたいな風に言う人と、こう賛否に分かれたと記憶していますね。でもですね、これ今ですね、評価が一変しています。まあ、なぜかというと、昨年からですね、コロナウイルス感染症が、流行しました。でその時にその天体望遠鏡を覗くっていう行為がですね、まあ、接触を増やすんじゃないかっていうことで敬遠する動きがちょっとずつ出てきたんですよ。そんな中で天体望遠鏡を直接覗くんじゃなくて、モニターで見て、で大勢の人で一緒にその見えるものを共有するっていう電子観望のスタイルが、評価が高まりまして、でそんなですね、ニーズが高まっている中でこの登場した新型という流れなんですね。だから時代のニーズにすごく合った商品に結果的になりましたよね。
天体望遠鏡で星空を見るときに、まあ、月、土星、木星といったそういう惑星っていうのは比較的明るいので見つけやすいし、まあ、その辺に光ってますからね、見つけやすいし見ることも結構簡単なんですよ。でも淡い星雲や星団、まあ、こういうやつですよね、こういうのを見たいと思ったらですね、これが一気に急にハードルが上がるんですよね。まあ、撮るのも難しいですし、なおかつ天体写真と同じように見るのって事実上不可能なんですよ。まあ、その理由は人間の目にあってですね、人間の目って暗いところに行くと瞳孔が開くんですね。ウィーンと瞳孔が開きます。で、明るいところに行くと閉じるっていう感じなんですけども、暗いところに行って瞳孔が開くと光を集める力が上がります。集光力が上がるんですね。人間の目の集光力が上がる。その反面ですね、色を感じる能力が減っちゃうんですよ。だから本来はその色がついて見えるはずの、天体が目で見てみるとふんわりと見えて、しかも色がついて見えないっていうのは、実はこれは人間の目の特性のせいなんですね。まあ、写真の場合はですね、カメラが光をこう蓄積するっていうことができるんですね。人間の目はこう一瞬の光をキャッチしてますけども、だからやっぱりそもそもね、天体写真のように見るっていうのは、まあ、無理なんですよね。加えて、星空の観察を難しくするのが街明かりと月明かりです。日本はとても明るい国なんですね。で、私たちが住んでる街っていうのもすごく明るくて、その街が明るすぎてですね、星の光がかき消されてしまう。その暗い天体の光をキャッチするためには街から離れたところに行かなきゃいけない、つまり長時間の移動が必要になるわけです。そこに月明かりがあると、これまた見づらくなっちゃうんですね。月の光っていうのはものすごく明るいです。なので、月が明るいと、星の光ってやっぱりかき消されちゃうんですよ。だから月がその昇ってない日に、撮影に、月が昇ってない日に見に行かなきゃいけないんですけども、で、機材もですね、いろいろあって選択肢がたくさんあるんですよ。前職の時に、本当この業界って言っていいのかな、まあ、天体を見る、星空を見るっていうのはなかなか不親切な部分があるなと思ったのが、オールインワンパッケージの機材ってないんですよね。1個のメーカーから全部発売してるっていうのはね、ないんですよ。いろんなメーカーからちょっとずつ発売されてるやつを組み合わせて、そういう機材を一つまとめて作んなきゃいけないんですね。まあ、実際楽しいんですよ。楽しい、やってて楽しいんですけど、やっぱり初心者目線でお話をすると、天体写真とかそれから見るっていう行為をするにはそれなりの知識が必要で、やっぱ機材も使い方を覚えなきゃいけなくて、近道がないって言えばいいんですかね。一つ一つ積み重ねていくっていう、そういう工程がですね、非常に大事なんですよ。まあ、これが近道なわけですよ。やっとこの商品までたどり着きました。はい、これが一番の近道です。 EV スコープはここまで話してきた難しさってのを一気に解決する、全部解決する、天体写真、天体観察の近道と言える機材だと思います。人間の目の特性、街明かり、月明かり、機材を揃えること、機材の使い方を覚えること、あと画像処理もあるな、画像処理の方法とか、そういうのを全部覚えなくてもこれを買えばできちゃうよっていう感じですね。で、簡単に使い方を説明します。本当はこれをね、外に出して実際に操作するところを見せながらやりたいなと思ったんですけど、なかなかね、私の仕事の都合とこのお天気がね、都合がタイミングが合わないので、ライブ配信の映像をちょいちょい挟みながらやっていきますので、ご了承ください。まず電源をオンしたらですね、天体望遠鏡を設置します。三脚の上にこの EV スコープを乗せるっていう作業で、ネジを2本締めるっていうだけですね。で、これでもう設置は完了です。次にこのスマホとかタブレットと Wi-Fi でペアリングをします。で、そうするとこの望遠鏡はもう動かせる状態になります。ペアリングが完了したら、このモニターにですね、明るい星が映るところまで、望遠鏡をこういう風にですね、で、ここに星が入ったら、ここの裏にですね、ピント合わせをするところがあります。
ここを回して、このモニターを見ながらピント合わせを行います。ここまでやれば、あとはですね、必要な設定っていうのはもうタブレットスマホの上からアプリ上から操作するだけになります。まあ、ライブ配信私がやった時っていうのはもう満月の時です。がっつり月明かりがあって、しかもベランダ、お世辞にも、ベランダが広いとは言えないところでやりました。でも全然問題なかったですね。月明かりがあっても大丈夫、街明かりがあっても全く問題なく使います。でこの天体望遠鏡のこの部分にですね、カメラがついてて、その映像がこのスマホタブレットに Wi-Fi 経由で飛んできます。で普通はね、まあ、ここに至るまで天体赤道儀の極軸合わせとか、あとアライメントとかね、しかもこのうちのベランダみたいな視界の狭いところでは到底できないわけですよ。もっと視界の開けたところじゃないといけないんですけど、これはねベランダから大丈夫なんですよね。だから住宅事情に関係なく使用できる天体望遠鏡だと思います。照準マークを押すとフィールド検出っていうのをやってくれます。でこのフィールド検出っていうのは、ここに映ってる星から、解析して今どこを見てるのかっていうのを調べてくれるんですね。そういう機能があるんですよ。これすごいですよね。で、解析が終わって、まあ、場所が特定できましたってなったら、今度この下の惑星マークを押してですね、でそうすると天体リストが出てきます。今、見える天体リストがこうずらーっと出てくるんですね。まあその種類なんと5000以上あるそうです。こう選ぶとどっちの方角に、見えますよっていうのが出てきますから。で私の家はだいたい南東から南、南西にかけて見えるんですけども、南だと行けるかなみたいなね、まあ、そういう感じで見て、調べてました。でですね、見たい天体が決まったらこの移動っていうのを押すと、この EV スコープが勝手に動き出します。でその目標天体を入れるのに数分かなかかります。1分か2分とかそのぐらいなのかな、うん、かかります。でそのそこに行くまでにこうちょいちょいですね、ここで合ってるかな、ここで合ってるかな、ここで合ってるかなって場所を認識しながらこう追いかけていくんですよ。なので絶対真ん中に入るの、真ん中に入らない時もあるけど、このモニターの中には必ず入るぐらいの精度で行くんですよ。これすごいですね。結構感動します。到着確認と出たらですね、今度はこの、目のマークをタップしましょう。これエンハンスドビジョンというモードが切り替わります。でこれにするとですね、急に画質が良くなっていくんですよ。どん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 時間が経てば経つほど、良くなってきます。これですね、リアルタイムで、この見るっていう眼視観望の一番の目玉のスタイルなんですけども、スタック処理といいまして、まあ、加算平均合成っていう写真用語でありますけど、撮った写真をですね、こうちょいちょい重ねていくんですね。どん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 重ねていきます。でこれ枚数が多く、重ねる枚数が多くなればなるほど画質が綺麗に鮮明になっていくんですね。だから、2分、3分、5分、10分、15分って時間が経てば経つほど淡いですね、天体の部分が見えるようになってきて、でなおかつノイズのない綺麗な写真になってきます。これ素晴らしいですよ。このスタック処理っていうか加算平均合成コンポジットとかね、普通は撮った写真をパソコンに取り込んでそういう専用のソフトでやるわけですから、まあ、いわゆる画像処理ですよ。それを覚えなきゃいけないんですけど、このアプリの中でそれをやってくれるっていうのは、まあこれ素晴らしいですよね。である程度前見えたら、この右上のボタンでですね、画像を保存することができます。こうそうするとこんな感じでユニステラのロゴとか天体名が入ります。結構ね、何撮ったか分かんないってあるんですよ。その天体って似たようなものがいっぱいあるからあれこれ何撮ったんだっけっていうのはあるんですけど、まあ、そういうのがないですね。でそのまま SNS にアップすることも可能です。でもしこのロゴとか天体とかね、名前が入るのが嫌だなってなったら、このままスクリーンショットしてこの写真のところだけをこうトリミングしてね、切り詰めて、使えばいいと思います。でスマホのアプリとかでさらにそこから画像処理かけてもいいんじゃないかなと思いますけどね。で自分のその観測した星っていうのを、なんだっけ、アメリカの SETI 研究所っていうところに送って、宇宙科学に貢献することができるっていう、そういう仕組みも用意されてるみたいです。なんか夢のある話ですよね。あとこれはですね、星空の知識がそこそこある人に対しての情報なんですけども、一応フィルターが取り付けられるみたいです。
この、天体望遠鏡のこの対物レンズのこの裏にですね、センサーがカメラがついているんですけども、そこはですねネジ切りが切ってあってフィルターが取り付けられるみたいなんですよ。で、天文ショップのスコーピオさんっていう名古屋にある天体望遠鏡の専門店さんがブログでそれを書いていまして、で私もそれ使ってみてくですねお借りすることができました。でそのアダプターにフィルターをつけたら、まあ、この天体望遠鏡を平らなところに置いて、この隙間からですねこうアダプターを持ち上げてこう手をこう入れてですね、でもう片方の手も入れてこうアダプターを支えながらこうデリケートにこうねじ込んでいくっていう作業になるみたいですね。ちょっとなかなかシビアな作業なんで手の大きい人は難しいのかなと思いますけど、これで取り付けることができます。だから、クワッドバンドパスフィルターとかそういう、光害カットフィルターですねを使ってさらに鮮やかに天体を映すっていうことができるようになります。ただですねこれですね私ベランダで試したんですけども、光害カットフィルターって映る星の量がちょっと減るんですね。だからうちのベランダからだとですね、フィールド検出星を認識することができませんでした。ただその天の川とか、そういう星の多いエリアに向けると認識することができました。フィルターをつけて操作するのはちょっと星の知識のある人の方が向いてるかなという感じですね。田舎郊外に行って、星の綺麗なところで使う分には問題なくフィールド検出はできると、使用できると思いますが、明るいところだとちょっとフィルター付きは難しいかもしれないですが、まあそういうことができますよということでマニア向けの情報をお届けいたしました。さて、いかがでしたでしょうか。間違いのないように言っておくと、この EV スコープじゃなくって、普段から私がやってるような天体写真っていうのはやっぱ機材の投資とかね、知識を身につけるとか、技術を身につけるとか、そういった難しさとか苦労はあるんですけど、それでもやっぱり楽しいです。でも世の中にはやっぱりそこまで頑張りたくないっていう人がいます。まあ、そこまで興味関心がないよっていう、でもそれでもさあちょっと見てみたいよねみたいな、カジュアルでライトな気分で使いたいっていう、見たいっていう方には本当この商品はベストなチョイスなんじゃないかなと思いますんで、ぜひご検討いただければと思います。なんかやっぱり営業っぽくなっちゃった最後でご検討くださいなって言いましたけど、ご購入はですね概要欄に貼ってある、グリンプスさんっていうところの、ホームページから購入することができます。で、今だとですね新規会員登録をするとなんと 10% オフ、結構でかいですよね。4万円ぐらいオフになるっていう、そういう特典があるみたいなので、ぜひそこから、注文してみてください。はい、それでは以上になります。この動画楽しんでいただけた方は、チャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。